さすがに記念公演なだけあって客入りがいいね <laughs> そういう妙に縁のある作品ってあるよねでも役者にとってはプレッシャーじゃないまさかあの天海誠一が見に来てるなんて。 相変わらずだね、聖一のステージ論。でも私もそう願ってる頑張って寧々、ね、ちゃん君が言ってるのはフェニックスのことだろ バカだな彼女は見た目は麗しくても心は氷のようだよそういえばツバメくんってこの森に来てまだ2日あれ1週間だったっけさすが国内で名が知られてるだけあるね早くの人たちでさえ この演技力と歌唱力。でも、この公園の目玉は。あんなところに見慣れない生き物がいるわね。小さくて頼りなくて、なんて汚い。あれは人間ね。それも子供。本当に、大嫌いだわ。 昔共演した時も光るものがある子だなと思ったけど、この若さでここまで表現力を上げてるなんて。間違いなくこの子は今後の演劇界を牽引する存在になる。ネ、ね、ネちゃんが必死になるはずだね。でも、ネ、ね、ネちゃんだって力をつけてきた。本気を見せてあげて。 待って、待ってよ、フェニックスフェニックスがリオを大きく引き離し、二人が完全に別れたところで、序盤は終了。うん、ここからだよね。ネネちゃんと司カサ君が初めて会うし、あたし、ネネちゃんの歌楽しみだな。ああ、そうだね。<laughs> いつもより集中しているようだね。声をかけるのもためらわれる雰囲気だ。果たしてネネは、この短期間で何を得得して、それをどんな風に発揮するのか。見届けさせてもらうよ。<laughs> また見失った。 このままじゃフェニックスを捕まえるどころか、追いつくことさえできないよ。あいつみたいに、僕にも翼があったらな。この後が、ネ、ね、ネちゃんの出番。カナリアは、言葉より歌で語る、という性格にふさわしく、セリフではなく、歌がステージ上の第一声となる。 まずは、ハミング。そこから少しずつ歌が乗っていってリオにカナリアの歌声が届くこの前と、全然違う。そうだね声のトーンが低い。 普通、カナリアなどの小さな鳥を演じようとしたら、その鳴き声の性質から高音を出そうと考えるはず。実際に最初の立ち稽古の時は、ネネもそれを意識して歌っていたようだった。しかし、今はトーンを落としている。スタミナを重視したのか。でも、あの音域なら、ネネは歌い切ることができるはず。 この歌あの鳥が歌ってるのかな綺麗だなもっと近くで聴きたいな何誰かいるのこれは何でだろう 今歌とセリフがスルーって入ってきたそうだね立ち稽古で演出家が浮いてると指摘したのは歌とセリフが完全に分かれてしまっていたことだったんだそれに対してネネは小鳥らしい高音を出そうとするのをやめて地声に歌声を寄せたそれは勇気のいる選択だったと思うけれど結果的に らしくあろうとしているときよりも自然で演技と歌声の間にムラがないまさにカナリア役らしく話すように歌っていると感じられる私このカナリアさん好きだな本当に楽しそうにキラキラキラって歌っててこれがネネちゃんの臆病な えっと、歌を褒めてくれて、ありがとう。歌うことは大好きなの。だって、私にとって歌は、言葉と同じだから。ううん。言葉より、もっと大切なもの、かも。 私は話すのが下手だし、だから、あなたが好きだって言ってくれるなら、もう一曲、歌ってもいいよ。誰かにちゃんと歌を聴いてもらうの、久しぶりだな。いいね。特訓のせいか出し切れてる。この調子ならきっと、 悲しいもんフェニックスどうしてどうして戻ってきたんだいよいよクライマックスだフェニックスがリオを癒すための羽を落とした後彼女は二度と戻らないと思われたけれど母親の命の期限の日没から ほんの少し前、フェニックスは、自らの意志でリオの元に戻る。それは。私が生きることを願ったのは事実よ。けれどそれは、あなたとの日々が楽しかったから。僕との、日々が。いいえ、少し違うわね。正確に言えば、 あなたたと笑い合う日々が好きだったけれど母親を失えばあなたはその笑顔を失うでしょうそんなあなたを見たら私は心臓を差し出さなかったことを後悔するわフェニックスだからもういいの。 あなたの笑顔が失われたら、また生きている意味はなくなる。さあ、私の心臓はここよ。このナイフで、一思いに貫いて。で <laughs>、でも、僕は。<laughs> あなたって本当に、 臆病で弱いところは変わらないのね。でも、最後だから、一言だけ言っておくわ。あなたと友達になれて、幸せだった。<laughs> どうして、どうしてそんなことを。今、僕はどうしたら、 どうしたらいいんだよジオの気持ち胸にギュッて伝わってくるみたいうん清流院君の演技も繊細だ表情も声色も見ている者の,の心を揺さぶるやはりうまいなこの2人は。 なるべくして主役になっている。しかし、この後二人に割って入る存在がいる。ここが重要局面だ。この抜群の表現力を持つ二人の前で、説得力のある演技が求められる。さあ、どう演じるごめん。ごめんよ。フェニックス。 僕は、母さんの、ために待って。お願い待って待って二人とも大丈夫よ、リオ。私は、気高きフェニックス。死を恐れたりしないわ。 <laughs> 言わなきゃ、言わなくちゃいけないのに。リオのお母さんの呪いを解くのは、フェニックスの心臓じゃないって。<laughs> でも、でも、怖くて、声が。 殺されちゃうでもでもリオは私の歌が好きって言ってくれたこんな怖がりで何もできない私の友達になってくれただからいやリオが悲しむのもリオの友達のフェニックスが刺されるのも いや。止めなくちゃ。止めなくちゃ。私は、私を許せなくなる。言葉では、無理、届かない。でも、私には、歌がある。この、 《喉の奥から絞り出したような声》《必死さが歌に乗っていて一瞬で心をつかまれた》 こんな歌い方ができたなんて。超えてきた。特訓の時の限界を。怖いね、うん、若さって。この歌は。聞こえるわ。カナリアの声ね。何かを伝えようとしてる。 えリオの母親の呪いを解く方法は、フェニックスの心臓じゃない。魔女を倒すこと、ですって。そ、うか。じゃあ、僕はずっと、魔女に騙されてたんだ。 リオでも、それなら僕は、フェニックスを刺さなくてもいいんだね。よかった。本当によかった。 まったく、何をメソメソしているの。早く立ち上がりなさいな。<笑><笑>期限の日没までもう時間がない。それまでに魔女を倒さなくちゃ。あなたについていくわ。とても厄介な相手だけれど、一緒に戦えば勝てない敵じゃないはずよ。 私たちは友達だからお客さんたちの意識が舞台に集中しているのがわかるフェニックスとリオの和解を心から喜んで安心してることもここまで没入感を高められるのはもちろんあの2人の技量があってこそだけどよかった。 私の歌が届いて本当によかった最高の公演になったね。